どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室、ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回は、クリープハイプ、20句30。こちらの曲をこの小さいウクレレでガズレレ流、簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方にもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ簡単バージョン。後半は、あの独特のゆったりした脱力した、あのリズム感、これをちょっと再現してみて、かっこいいバージョンやってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、ウクレレで大好きな曲弾いたらもう本当に最高ですから、ぜひ皆さんウクレレ始めてください。今見てるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけでどんどんできるようになりますから、ウクレレが一緒に歌うことができる、これ最高ですからね。もうちょっとしたらこのリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りウクレレ触ってどんどんウクレレやっちゃいましょう。じゃあリンクありますよ。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック、行ってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽、最新 J-POP、定番 J-POP、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲も何でもかんでも、800曲以上の簡単ウクレレレッスン動画としてアップロードされております。さっきのリンク先のところで曲検索とか、ジャンルボックスから選べたりするようになってますんで、気になる曲、やってみたい曲、どんどんウクレレで音楽しちゃいましょう。さあ、そろそろ行きますか。クリープハイプ、20句30、ガズレレ流、簡単バージョン。やってみます。1、2、ガズレレ流、シンプル簡単バージョンやってみました。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、もちろん、ショートカットバージョンで、やらせていただいています。2番のね、A メロという感じのところをちょっとカットしてる。フルでやりたい方、A メロのコード進行そのまま書いて、2番の歌詞を書き足して、
完成させてください。結構ね、ゆったり長めの曲ですんで、でも、今やったバージョンで全てのパートは網羅されてるますのでね、やってみてください。で、動画のテロップと一緒に何とか合わせられた方も、ノートに書いて自分だけで歌ってみるの。これおすすめします。その時の参考になるように私のこのノートを見ていただこうと思いますけど、今回見てください。2枚に渡っちゃいました。やっぱりね、歌詞が多いっていうのもあるんですけど、ちょっと見て、今回これで、ワンブロックですからね。1,2,3,4,C,C,G,7,G。なので、言葉がとにかくやっぱりいっぱい詰まってるから尺が大きくなっちゃってこうなったんですけど、やっぱりこれ、この曲はやっぱりこの歌詞の感じとちょっとこうゆったりした脱力感というか、なんかこんなところが魅力だと思いますので、ちょっとじっくりやってみてください。出てくるコードは簡単ですけど、やっぱ歌の乗せ方だとか、このなというかこの脱力感がね、ポイントになると思います。はい。じゃあここからメモってみる。ここ A メロですね。一時停止で。ちょっと分かりにくい方は、動画のテロップも一緒に見てやってみてくださいね。はい。で、ここが一応サビなんですけど、ワンブロックにつまり4つ入るんですよね。F、F、Em7、Em。これでワンブロックですからね。はい。その辺をちょっと確認しながら行ってみましょう。これサビです。はい。で、本当はここ2番が入るんですけど、2番の A メロの後にこのね、ブリッジパートっていう風にしたんですけど、ここのところに突入していくという。もしも生まれ変わったならですね、いっそ家電にでもっていうところ、ここら辺がね、またこうすごい面白い感じの歌詞です。ここに E7 が一回出てきますね。一時停止ね。はい。でブリッジの途中でこっち側に置き換わりまして、はい、でまたここブリッジ終わったらここにサビって書いてあるでしょ。だからまたここのサビをやりましたと。でこのサビ2回目終わったら、このラストの2回繰り返し、この2行を2回繰り返して終わったというのが今のガズレレ、シンプル簡単バージョンでございます。ちょっとやっぱり歌い回しがやっぱりね、独特の面白さというかリズム感というか言葉の乗せ方、これがキーポイントになると思います。で出てくるコードなんですけど、シンプルコードですよ。 C と Am、F、D、G7、E7、Em7 が今やったシンプル簡単バージョンです。この超入門コード7個。これはもう いつも出てくる。これでございます。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードというのは一体何かと言いますと、一言で言ったら、ウクレレにとってものすごく便利で仲良しで、相性が良くて、もう本当に仲良しのコードのグループなんですよ。それ10個ぐらいコードあります。で、10個もあるのかと思う方もね、いるかもしれないんですけど、1個ずつ見たら指1本のコードとかも超簡単コードなんですよ。なんだけど、10個いっぺんに覚えようと思うとちょっと大変。で、私が、スッと頭に入って覚え、すぐ覚えられる面白い動画を撮ってます。そこで覚えてください。ここにリンク貼っています。ガズレレ必須コードはこの動画でマスターするのが一番楽しく、スッと覚えられますんで。その中の今日7個ですから、ゆっくり弾いて言葉、この言葉の乗せ方、クリープハイプのこのイメージとね、言葉の乗せ方で、これシンプル簡単バージョン。十分引き立つかっこよさだと思います。やってみてください。はい。では、こっから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。このね、かっこいいバージョンはやっぱりまず1個ね、コードを追加っていうかね、F のところ、サビで出てくる F とかを、この F メジャー7っていうコードに置き換えたいんですよね。F メジャー7です。これ M 大文字でしょ?こっちはね、小文字でしょ?マイナーは小文字で、メジャーは M っていうのをガズレレでは推奨して、そう表記してます。F メジャー7、押さえる場所は、ここと、5フレット。ここに丸いボタンがついてるでしょ?これ5、7、10って大体ついてるんで、5フレットのこの上の2つ。3弦と4弦でこうやって押さえるのをおすすめしています。いい響き。はい。この押さえ方は一応ガズさんはおすすめしてますけど、まあ別に何でもいいです。この押さえ方の方がこっちに戻るときに、ここの距離が結構あるんで、さっと戻れるかなというふうに思うわけでございますから、ね。はい、こんな感じで。これを、F、さっきやったサビとエンディングのところの F に置き換えるという。これまたちょっと雰囲気を出していこうということでございます。はい、じゃあ次、リズムですけど、リズムはですね、これは何と言いますかね、やっぱ、ちょっと跳ねてるんですね、シャッフル。シャッフルのリズムの、一応ですね、これでも16ビートのイメージにちょっと近いとも思うんですよね。なんで、ズバリ8ビートとか16ビートっていうんじゃなくて、シャッフルの16ビートっぽい8ビートっていうちょっと中途半端な感じになっちゃうんですけれども、ちょっとね、これ、カタカナで書いてみました。ここにもちょっと書いたんですけど、見て。たったっか、ちゃっかたっか、たったっか、ちゃっかたっかっていうイメージなんですよね、ここ。これちょっとテロップ書いておこう。このリズム、ちょっとこれ、
たったかちゃっかたかに、A メロのところのコードをちょっと乗せて練習してみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな雰囲気、歌を入れてみると、いつかはきっと報われる、いつでもない、いつかまた、こんなだったら、どんなかだったら、どんなかちゃっかだったら、どんなかちゃっかだったら、全体的にこんなゆったりした感じでやろうと思うんですよ。もう一回ね、じゃあ練習しますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。なかなかね、このゆったりしたリズム、難しいかもしれないんですけど、シャッフル、やっぱチャッカチャッカチャッカチャッ、リズムが跳ねてるシャッフルのリズムでございます。チャの位置、ちょっといつもとチャの感じが違いますけど、一応そんな感じでございます。リズムのこといろいろここにリンク貼っときます。ちょっと練習してみてください。あとキーポイントとしては、前半の A メロのところをちょっとこう抑え気味に、静かめに弾くっていう感じで、こうメリハリをつけるのがいいかなと思うんですよ。サビになってからドンと上がるようなイメージですね。はい。で、基本的にはでもさっきも言ったけど、なんとなくこう脱力してて、こう緩くて、で、なんかね、こう元気いっぱいっていう感じではないんですね。その辺のこの空虚感っていうかを、まあ、ゆったり表現できるのがこの曲のかっこよさかなと思いますので、ちょっとそういうのを意識して、歌詞や内容も相まってですね、はい。やってみましょう。それではいきます。クリープハイプ20区30カズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー。これやっぱ歌い回しと言葉がね、こうスイスイ入ってきて、一言終わったと思ったら次の言葉の頭になったりとかする、そのね、言葉の乗せ方のこの難しくもあり面白いところで、結構その言葉がいっぱいなんだけれども、リズムとしてはすっごいゆったりしてゆるくてっていう、そのなんというか、この曲独特の空気感をこう楽しめるといいと思います。思いっきり歌いましょう。ありがとうございました。さあ、カズさんですけど、ちっちゃい
ちゃいウクレレ一本持って日本中イベントで駆け巡っております。そのイベントの最新情報、あとはこの使っているこのウクレレ、これの情報と、あと本をいっぱい出しております。そんなガズレレに関する最新情報のインフォメーション、この後ちょっと動画で引っ付けておきますんで、お時間ある方もない方もぜひご覧になってください。さあ皆さん音楽楽しみましょう。今日は見てくれてありがとうございました。チャンネル登録なんかもお願いします。はい、それではご案内動画どうぞ。はい、そういうわけでまずはですね、ガズレレホームページガズレレ .com、 こちらの方を皆さんにシェアしたいと思います。ここにリンク貼っておきますんで、まずここチェックしてください。大体のことはここに書いてあります。さあイベント情報いきましょうか。イベント情報、いよいよもう10月に入ります。10月はね、九州行きます。10月27日イオンモール熊本、九州熊本行きますよ。ちょっと10月後半でね、まだちょっと時間ありますけど、はい、そう待ってます。その後もちょっとずらっと書いておきます。11月11日は東京で錦糸町、シクシルクロードカフェで、11月11日はガズレレの日のイベント、これもチケットあとちょっとしか残ってないので急ぎください。あとはまたこちら、あと11月16日は初登場宮崎に行きます。これもイオンモール島村垣さんのイベントで、やりますんで、その辺のこともちょっと網羅しておいてください。まだ来年もどんどんイベント増えてきますので、よろしくお願いします。イベントはもう本当に楽しい。で、10月はですね、実はこのウクレレに関するクラウドファンディングの返礼で、ベトナムに行ってくるんですよ。このサポート、ご支援していただいた方と一緒にベトナムツアーに行って、その報告もちょっとしていくと思いますので、お楽しみにしておいてください。というわけで、このウクレレのことなんですけど、今もう現地ではバンバン制作しておりまして、年内中にサイトを構築して、これを受注生産できるように、どんどん皆さんの手にお届けできるように、進めております。これはいいウクレレなんですよ。ぜひ皆さんの手にも届いてほしいなと思ってます。ちょっとフォローで、もうちょっと見といてください。あとガズさん、はい、この辺ね、今大ヒット中です。リットミュージックから出てる100曲入りのガズソングブック、ぜひ皆さんお手に取ってください。とにかく簡単で100曲入って、これでみんなで歌う、こういう豊かな音楽人生どんどんやっていきましょう。ガズレレ、もう本当これからの動きね、ちょっと要チェックですので、フォローしといてくださいませ。よろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら、バイバイ。